家で過ごすことが多くなりそうな今年の夏休み。しかしとりわけ子どもたちにとって夏休みの新しい体験は心の成長につながる大切な機会です。この夏、八芳園がプロデュースするさまざまなオンラインイベントの中に親子で楽しむことができるイベントがあります。今日はそのオンラインイベントについてお届けいたします。三木先生とほのか先生にお話を伺います、はい、よろしくお願いします。今回はオンラインで親子が楽しむことができるイベントですけれども、今回のイベントはその親子で楽しむイベントとなっておりまして、小さいお子様でも紙芝居を読み聞かせたりパンの手遊びなども入れているので面白楽しくできるようになっております。はい、実際に今回はパンを作るということですけれども、まずこちらにも書いていますブルートリーっていうブランドですね。こちらは八芳園のオリジナルブランド。はい、そうです。ブルートリーはこの八芳園のオリジナルブランドで、私の上司である青木さんの名前から取ってブルートリーという名前になっています。あ、個人のシェフのお名前から。そうです、青木さんって言います。はい、ではほのかさんにもお伺いします。今日実際に作るのはどういったものなんですか？今日作るのはメロンパンと、スコーンになります。そうですね、もう0歳の子から、中学生ぐらいのお子様まで幅広く、はい、参加していただいてます。最近なんかイベントもオンラインがすごい多くなってきていて、直接お会いすることが難しくなってきているので、こういったイベントはすごい嬉しく思います。はい、私も基本的には厨房の中でパンをずっと作っているので、お客様が目の前で美味しいなとか言ってくれるとすごい嬉しいので、今回のイベントは本当に楽しみにしています。皆さんこんにちは。おうちで学ぼう、親子で作ろう、フードエデュテイメントブルーツリーアットオンライン、パンってどうやって作るのにご参加いただきありがとうございます。オンラインパン教室へようこそ。今回初めてオンラインイベントということで、お子様にも参加していただけるような、イベントをちょっと開催をさせていただきます。もともとフードエンターテインメントというのが八芳園の方でリアルイベントとしてイベントとして皆様にお越しいただきまして、お料理を召し上がりいただきながら、あとは食育に関して知識を広めていただくためにということで開催をしているイベントなんですが、今回ちょっと皆様ちょっと自粛期間中とかもありまして、結構やっぱりオンラインイベントで参加できるようなイベントをしたいなということと、あとは今せっかく夏休みですので、あとはお子様のと一緒にご参加できるようなイベントをと思いまして、今回ブルースリーとコラボをさせていただきまして、今回のイベントを開催することにいたしました。もしかしたら夏休みの自由研究とかにもいいかもしれませんね。そうですね、紙芝居の中ではこう発酵についてとっても簡単に説明をさせていただいているんですね。はい、とってもお子様にとっても分かりやすいイベントとなっております。自然にそういう知識が入ってくるというのが素敵なところだと思います。紙芝居というのも手作りなんですか？はい、ベーカリーのパン職人さんの手作りになります。なんと絵も手作りです。はい、オール手作りです。はい、結ぶというこう会場が一応8月の28日にオープンする予定なんですけれども、そちらの方でちょっとキッチンスタジオとさせていただきまして、皆様にこうリアルでこう一緒に作りながらっていうのをさせていただければと思っております。お手手きれいになったね。それでは準備していただいたもののおさらいをしていただきましょう。まずはまな板です。クッキングボードでも大丈夫です。そしてオーブンの天板、クッキングシートを一つずつ確かめてね。はい、後でみんなでカットします。はい、そして大きなボウル、お椀は2つ用意したかな。そしてお箸、いつも食べてるのでも大丈夫です。ゴムベラ、そしてはかり、計量スプーンか計量カップでも大丈夫です。そして近くに持ってこなくていいんですが、オーブン
はい、キッチンにあるかな、近い方も遠い方もいらっしゃいます。で、今持ってきてもらったメロンパン袋2つお団子みたいに丸い塊、そして平べったいのグラニュー糖も持ってきてくれたかな。揃ったみたいだからもう一回できた人大きく丸してください。はい、みんな綺麗な丸が揃いました。ではまずメロンパンから作っていきます。まず美智先生のメロンパンのお話をよく聞いてから、その後作りましょうって言ったら手を動かしてね。パパやママも知らないようなことを教えちゃいたいと思います。なのでお耳をよく立てて聞いててください。メロンパンってなんでメロンが入っていないのにメロンパンって言うんだろうって気になってるお友達たくさんいると思います。実はメロンパンはメロンの皮の模様に似ているからメロンパンって言われるようになったんです。みんなと一緒に作りたいと思います。はい、じゃあ早速メロンパンを作っていきます。そしたらさっきみんな出してくれたこのパン生地をまな板の上に全部出しちゃってください。全部出しちゃって大丈夫ですか？全部出しちゃって大丈夫ですか？5個全部出して大丈夫ですか？5個全部出します。はい、ペタペタ潰します。潰して手の上に乗せてコロ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 転がします。すごい、みんなコロコロ転がすの早いですね。すごいスピードがコロ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 転がして、じゃあこの丸めたこのパン生地の上にこのクッキー生地を乗せちゃいます。乗せてください。乗せれた乗せれたら手でペタペタくっつけていきます。生地にペタ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 、丸いところにペタペタくっつけてます。じゃあみんなできたみたいだから、この用意してもらったお椀に配ったグラニュー糖を入れちゃってください。全部入れて大丈夫ですか？これも全部入れちゃって大丈夫です。全部入れちゃって大丈夫だそうです。みんな全部入れてくださいね。よいしょ、くっつけていきます。コロ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 、グラニュー糖が下にならないようにグラニュー糖が上になるように置いてくださいね。じゃあこのお箸持ったら縦に1本線を入れます。ギュッ、真ん中にギュッ入れます。入れたら次はそのお隣さん、お隣さんにもギュッ、お隣さんにもギュッ、2本目、次またこのお隣さんにもまたギュッて入れます。またまた3本目、入れられたかな、できたかな。入れられたら次は横に持って横でまたギュッ、そのお隣さんにもギュッ、そしたらまたこのお隣さんにもギュッ、こんな感じで3本線を縦と横につけていきます。はい、じゃあみんなできたみたいなので、このメロンパンは邪魔にならないところで50分間発酵させます。パンはなんで膨らむの？パン生地の中にはイーストマンというパンを膨らませるのが仕事の働き者のヒーローがいます。そんなイーストマンたちは今日もたくさん膨らまして大きくてふわふわなパンを作るぞと張り切っていました。しかしご飯を食べていないイーストマンたちはお腹がペコペコで膨らませないよと困っていました。するとそこにイーストマンと仲良しのお友達が甘い甘いおやつを持ってきてくれました。さあここでみんなにクイズです。甘いおやつを持ってきてくれたお友達は佐藤ちゃんとバターくん、どっちでしょうか？正解は佐藤ちゃんでした。佐藤ちゃんはそんなお腹を空かせてるイーストマンたちに、私のお砂糖を食べて元気を出してとお砂糖を分けてくれました。これで今日もパンを膨らませることができるよとお礼をして、またせっせと働き始めました。しかしそこに
へっへっへ、今日もイーストマンたちの邪魔をしに来たぜとバイキンたちがやってきました。邪魔はさせないぞとバイキンたちをやっつけるためにお助けマンが駆けつけてきてくれました。シオくんはバイキンたちも怖がるぐらいとっても強い力を持っていて、シオさんはバイキンたちをやっつけてくれました。できた、やった、成功だ。お塩くんが守ってくれたおかげで大きな大きなパンに膨らますことができました。こうしてたくさんのお友達と力を合わせることで今日も大きくてふわふわなパンができるのでした。お、みんないい感じに膨らんでるね。ねー、みんなのところもイーストマンが頑張ってくれてるね。次はこの190度に予熱したオーブンで10分間メロンパンを焼いていきます。そしたらオーブンに入れていきましょう。さあ、みんなのまだかな、まだのお友達大丈夫ですよ。あ、宇治家さんちすごい綺麗な焼き色になりましたね。あ、今日の松井さんちもすごい美味しそうなメロンパンできましたね。今日すごいあったかい。あ、先生たちのも先生たちの今日オーブン温たった。また色黒ちゃんメロンパンができましたね。色黒ちゃんになっちゃいましたね。やってへこんできちゃったんですけど。あ、そうです、多分焼きたてで持ってしまったのでちょっと柔らかいままだったのでそれで崩れちゃったのかなと思います。じゃあ火の通りは多分大丈夫、火の通りは大丈夫です。あ、はい、ありがとうございます。触らずに置いておけば大丈夫です。あ、はい、はい、ミュート解除お願いします。ありがとうございます。はい、ミュート解除お願いします。はい、みんなお腹ペコペコじゃないですか。どうですかね、お腹空いてきた。お手を合わせてせーの、いただきます。どうぞ召し上がれ。みんなどうかな、メロンパンとスコーン美味しくできてるかな。あ、すみださん、グッドありがとうございます。グッドすごいあのズーム使いこなしてますね。ガチさん、お疲れ様でした。またね、バイバイ。